この服を着て紅葉デートに行きたい。どうもマムです。今回は巷で話題のウィムのコーデュロイのブルゾーンセットアップを本音レビューしていきます。インフルエンサーブランドを紹介するために忖度って言われますが、めげずに今回もレビューしていきます。いつもは少し甘めなレビューだったかもしれませんが、今回はガチレビューです。ウィムのブルゾーンセットアップ欲しいけど実際ええんかなって悩んでる方、ぜひこの動画をご覧ください。このチャンネルでは GU やユニクロのプチプラアイテムをレビューしていたり、64.5cm の目線で低身長でもかっこよくおしゃれを楽しむ方を発信しております。ぜひ応援お願いします。で本編どうぞ。今回紹介するアイテムはこちら、ウィムバイブ0411W コーデュロイジップアウターセットアップです。僕はブラックの L サイズを購入しました。これめちゃくちゃ人気ですよね。リクエストもめちゃくちゃ多かったです。では早速商品の詳細を見ていきましょう。まず生地がこんな感じです。ブラックと表記されていますが、要はチャコールグレーとかダークブラウン系の色です。でコーデュロイのウネ感はこんな感じで、割と細めのウネで出てきております。でしっかりとジップがついています。で前にフラットポケットが2個ついております。で同じこんな感じのツルツル素材になっております。で、袖口やボタンは何もない袖になっております。で後ろこんな感じで、裾はこんな感じです。何も加工されておりません。シルエットはボックスシルエットですね。四角いシルエットになっておりまして、腕が長めの印象でございます。襟が少し硬くて後ろがこう張る感じになっていますね。また着ていきますけども、はい、でパンツがこんな感じです。前にワンタグがあって、センタープレスは効いておりません。で、まあ、生地も先ほどのブルゾーンと同じでこんな感じです。で後ろにボタン付きのポケットがあって、横にポケットが2個ついております。普通のズボンと同じですね。はい、テーパードは若干効いているパンツです。ラジはこんな感じで少し違う素材になっております。でしっかり、チャックが付いてて、前はこのボタンじゃなくてこうスライドして入れるやつになっております。名前わかりません。で商品の詳細見ていきました。ここで一つ豆知識、このコーデュロイの素材って黒板消しの消す側の素材と同じ素材です。はい、明日学校や会社で友達とかに回してください。コーデュロイ生地って黒板消しと同じ素材で、明日ドライゴールでいきましょう。ここからはこのセットアップのどこが気に入ってどこが気に入らなかったかを説明していきます。ここからが本番です。まず気に入ったポイントはサイズ感と価格です。気に入らなかった点は素材です。まずは気に入ったポイントから話していきましょう。まずはサイズ感ですね。最近は大きめのサイズがトレンドです。僕もオーバーサイズに取り憑かれたオーバーサイズ愛好家なんですけども、サイズ感はゆったりしていてよかったです。 164.5cm だと推奨サイズは S サイズですので、それは L サイズを買ったら大きくなります。過去笑い。ただやはり大きすぎて、なんかこんな感じで上下セットアップできちゃうとチビの僕じゃ似合いません。明らかに上下が大きくてピッチクリーンオブザイヤー受賞しちゃいそうですが、ただセットアップできずにアウターとパンツ別できたら一気に化けます。それがこちら、ほらかっこいい。上下ダボつくとメリハリがないコーデに見えてしまい、それを低身長の僕が着ると一気にチンチクリーンという名のクリリンになってしまいます。このように細身のスラックスと合わせて切れ目のコーデを組んであげると、一気に戦闘力53万のスタイリッシュな低身長の完成です。クリリなんてもうクイドーンって爆発されます。何の話。2つ目の気に入ったポイントが価格です。このセットアップ頭おかしいですよ。めちゃくちゃ安い。このジップアップブルゾンとパンツで税別9000円です。安い。謎ですね。マジで謎遺伝子、謎遺伝子っていう単語ぐらいもう謎です。このジップアップブルゾン単体で9000円でもそうっすねって全然思える感じです。あ、すいません、このブルゾンっていくらですか。こちら9000円でございます。そうっすよねって感じです。リムといえば SS で9000円のジャケットセットアップを出してめちゃくちゃ話題になりました。その後いろいろなブランドが同じぐらいの低価格で同じような商品を出していましたが、今回はコーデュロイブルゾンのセットアップで9000円です。コーデュロイ生地ってコットンを加工して作っていくので普通の生地よりも手間がかかるんですよ。それを9000円ですから、ブルゾンのセットアップ欲しいけど自分に似合うかなって不安な方はまずお試しでこれを買うっていうのも一つの選択肢かなと思います。ここからは気に入らなかった点を話していきます。あくまでこれは僕個人の意見ですが、この生地があまり好みじゃありません。テカリが強いんですよね。商品ページにも書いてあります。普通のコーデュロイ生地ではなくレーヨンを混合して光沢感を出し高級感を出したと。僕洋服が結構テカるのが苦手なんですよ。これ結構分かる方いらっしゃると思います。よくこの服いいんやけどなんかテカってないっていうコメントがよく来ますが、そんなテカリ警察の方と同様に僕もテカリがちょっと気になっちゃいます。パンツとブルゾンを別々で着る場合はテカリもそこまで気にならないのですが、上下セットアップできた時にこの独自の素材に慣れていないせいか、もうちょいテカリが出にくいマットな素材の方が良かったなって思っちゃいます。ただこれは僕個人の意見ですし、そもそもコーデュロイという生地は作る段階で熱
を入れてわざわざ光沢を出すっていう工程がある生地ですので、そもそも光沢があるのが普通の生地なんですよ。なのでテカリが気になるテカリ気質の方は光沢のある生地ということを念頭に置いて検討してください。最後に僕ならこうやって合わせるっていう合わせ方を話していきます。コーデが先ほどお見せしたこちらです。コーデのポイントは3つです。アースカラー、トップスの色味、スポーツミックスです。まずはアースカラーでまとめてみました。アースカラーとは地球の色という意味で、自然界にもともと存在する色のことを指します。このコーデではブラウンとベージュですね。ブラウンとベージュはトレンド真っ只中のカラーなので、着るだけでオシャレっぽく見えます。ブラウンとベージュというカラーは相性も抜群にいいです。2つ目はトップスの色です。こういったコーデはトップスに白のトップスを持ってくるのが鉄板ですが、今回はリメールのカットソーのライトグレーを持ってきました。グレーにすることでブラウンとベージュの優しい印象を崩さないようにしました。3つ目がスポーツミックスです。最近コーデの中にほんの少しだけスポーツ要素をミックスすることに僕はハマっているんですが、このコーデは革靴でも全然良かったんですけども、このブラウンとベージュの組み合わせに革靴だとちょっと渋すぎるんですよね。おじさん臭さが増してしまうんで、スニーカーを合わせて爽やかさを出してみました。低価格で真似できるコーデなので、ぜひ参考にしていただければ幸いです。はい、では今日はウィムのブルゾンセットアップをレビューしていきました。僕的にはもうちょい生地がマットな質感だったらよかったなと思いますが、9000円という価格に対しては満足できる商品だと思います。はい、では今日の動画参考になった方は高評価お願いします。全然思わなかった方は評価していただいて、コメント欄にて押してください。参考にします。で、このチャンネルでは自由やユニクロのプチプラアイテムをレビューしていたり、 164.5cm の目線で低身長でもかっこよくファッションを楽しむ方法を発信しております。ぜひチャンネル登録高評価お願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ではバイバイ。